ウサギと人間の遺伝子はおよそ 50% が一致しているとされ、遺伝的に意外と似ていることがわかります。まず、人間と他の生物との遺伝子の類似性は、進化の過程で共通の祖先を持つかどうか、そしてその共通の祖先からどれだけの時間が経過したかに依存します。ウサギは哺乳類であるため、人間と多くの基本的な生物学的特徴を共有しています。基本的な生命維持機能細胞の構造、エネルギーの生成、DNA の複製などの基本的な生物学的プロセスは、すべての哺乳類で類似しています。これらのプロセスをコントロールする遺伝子も、従って類似している必要があります。生殖と発達哺乳類の生殖システムや発達過程に関わる遺伝子も、基本的な構造が似ています。これにより、異なる哺乳類間でさえも、遺伝的類似性が見られる理由となります。ウサギは人間と同じく哺乳類の一種であり、特に生理的なプロセスや体の構造に関連する遺伝子では高い類似性があります。例えば、心臓の機能、呼吸システム、神経系などがこれに該当します。一方で、外見や行動の違いを生む遺伝子、例えば、体毛の質や色、耳の形などでは、人間とウサギの遺伝子は大きく異なります。遺伝的類似性は医学研究において非常に重要です。ウサギは、薬物の代謝や免疫応答など、人間と類似した生物学的反応を示すモデル生物として広く使用されています。そのため、新しい医薬品の安全性や効果を評価する際に、ウサギが実験動物として選ばれることが多いです。このように、ウサギと人間の遺伝的類似性は、我々が共有する基本的な生物学的特徴に由来するものであり、この知識は科学的研究や医療の進歩に貢献しています。